親指は、手の場合は手のひらを地面に向けた時に、足の場合は直立した時に、一番内側に位置する、指。一般的に指の中で一番太い。和語では、お父さん指、大師、医学用語では、第一子、母子、母子、看護では、母子、母子、巨指、巨,指巨白、巨白指との呼び方がある。人間の手の親指は、他の4本の指と向き合う方向にあることが、 特徴であり、これにより、人間は、器用に物を、つかむ、積むことができる。人間以外に物をつかむことができる動物としては、猿の仲間や、ジャイアントパンダがあるが、ジャイアントパンダの親指に見える部分は、手のひらの突起が発達したものであり、指ではない。また、犬科の後足のように退化して、親指が消滅してしまったものもあるが、レントゲン写真などを見るとその骨格ははっきりと、 残っている。ちなみに、前足の親指は、現在もほとんどの犬科では残っているが、移動などに際して、親指を地面につけることはなく、プラプラとぶら下がっている状態である。指の骨格指は、爪が付属する、末節骨、中節骨、元節骨という三つの指節骨からなるが、母子は、他の指とは、異なり二つの指節骨しか持たない。指節骨はいわゆる、 手のひら内部の中手骨に接続し、手根骨に至る。指伏骨の関節は全て腸覆関節である。従って、自由度は1である。しかしながら、手根骨中手骨間の関節は、蔵関節であり、蔵同士がすり合わさったような形をしている。従って、関節の自由度は2である。このため、母子単を使って、円を描くような動きを与えられる。 他の指は完全な倉関節ではなく、中手骨同士の関節を含むため、このような動きは、母子が最も得意とする。ジャンレオン・ジェローム、ポリ・チェベルソ、差し下ろされた親指西洋文化では、親指以外の指を握り、親指を上へ向けて伸ばす動作は、良い状態、あるいは肯定を表す。そのまま親指を下へ向けると、否定、もしくは、死を表す。 一説には古代ローマの剣道士における生死をかけた、真剣勝負に負けた側の処遇を支持する仕草に由来し、剣を虚しく負けた剣士には、惨事と慈悲の除名として、サムズアップを、卑劣な戦いや臆病な行動に対する不満には、親指を下にして止めを刺すよう求めたという。こと公社は、西洋でははっきりとした敵意のイメージを相手に与える、動作として使われている。故に、 西洋で無闇にこれを使うと人間関係が破壊されることもある。中世の日本では、おほ指と呼ばれ、江戸時代に親指の妖霊が見られるようになった。親指の故障が定着したのは明治時代以後のことである。日本のボディーランゲージでは、親指は男を意味する。日本手話でも男、または彼という意味で使われる。霊柩車を見たときは親指を隠す。 夜剣に吠えつかれた時は親指を隠すなど、俗信の対象ともなる。建築現場では、クレームの合図に使われる。上の画像のように親指以外の4子を握り親指を上へ向けた形で腕を上下させてみせると、クレームの主磁部を上げようの意味、親指を下へ向けて同じ動作をすると、クレームの主磁部を下げようの意味になる。YouTube では、動画に対して、親指を上に向けたアイコンを、 良い評価、親指を下に向けたアイコンを悪い評価としており、このアイコンをクリックして動画の評価を送ることが可能である。ありがとうございます。